焼肉するんですか？そうです、焼肉をします。やったー。で、焼肉のタレにこっそりテキーラを混ぜ込みたいと思います。イエイ。ということはターゲットはあの人一択ですよね？そうです。おターゲットはせーの、ヒーちゃん。やっぱお酒っていうイメージあるよね。ヒーって感じじゃない？ヒーちゃんは結構今までのお酒企画でも、もう顔が真っ赤になるっていう感じだったけど、今までは結構度数が低めのお酒ばっかり飲んできたからさ、テキーラを飲んだ時に、テキーラって度数どんぐらいあるの？結構高い。今まではさ、ほろ酔いとかチューハイとかだったけどさ、そうじゃないから、やばそう。それではやっていこう。フルーツポンチ。フルーツポンチには公式 LINE があります。動画内で発表されるキーワードを送っていただくと限定画像、限定動画がもらえます。ぜひ最後まで見てください。お願いします。お願いします。フルーツポンチ、はい、こちらをご用意しました。買ってきました。私がアルコール分 40%、 40% だった。ほろ酔いどんぐらい？ 3% 10倍以上。やばい、やばー。だから普通に焼肉するよって言って焼肉を準備するんですけど、3人ともタレのお皿あるじゃないですか、でひーちゃんのお皿にだけひーちゃんが入れたタレの中にテキーラをどん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 追加してって度数が高い焼肉のタレを完成させちゃいたいと思います。イエーイ。うわすげえ、ワクワクしてるじゃん。なんか楽しそう。あなたには2年早いの。確かに。それじゃあ火を持っていきたいと思います。はい。フルーツポンチ、シャンシャンフレッシュ、毎日投稿アイドルフルーツポンチのリーナ、シフォン、イチョン、ポン。本日の企画はじゃんけんで勝った人しか食べられない焼肉。イエーイ。こちらに焼肉のセットを用意しました。それでじゃんけんで勝った人しか食べれません。はい、皆さんじゃんけんに勝ってください。はい、それではやっていこう。焼いていきます。焼いていきます。じゃあ私がタレ作ってあげる。やった。分かった。他の方がいい。焼いてよ。あ、暖かくなってきた。本当？だんだん暖かくなった。え、ひーちゃん、飲み物持ってきてくれ。どこにある？あっちにあるお茶。じゃあタレ配るよ、お肉に。やったー。はい、ひーちゃん。よし、じゃあじゃんけんするぞ、みんな。よっしゃー。最初は、じゃんけんぽい！あいこでしょ！あー！よっしゃー！いただきまーす。おー、ありがとうございます。お肉ってこんな幸せをもたらすの？頭ポンされた。テンション上がっちゃうじゃん、肉だとね。それな、肉テンション上がるよね。そう、牛肉いきますけど。はい、じゃんけんぽい。しゃー、おいしい。お肉たぶん何イチャついてんの？どうした急に、珍しい。眠くなってきてる。眠くないよ。元気100倍ひーちゃんだよ。おいしくなーれ。で、あ、全然おいしくなーれ。分かんないから見本みたい。おいしくおいしくなーれ。え、皆さん生着替えです。なんか開放感。え、みんな自由を求めた方がいいよ。つまりは
視野を広げて物事を考えれば人の気持ちも分かる。分かった分かった。ピーちゃんお茶ないじゃん。ああ、ありがとう。あっちお茶持ってきた。あっちえあもうなくなった。お茶にテキーラ入れます。なんかピーのさっきのあれがなんか酔っ払いのおじさんみたいこれはねもう結構タグタグに言うとって、うん、なんか違和感を持たせたい。分かるよ絶対。これでいきたいと思います。タレもできたし、お茶。あ、てかお茶こっちにあったんよ。おい、持ってきたじゃんか。あ、ごめん。でも、うちのお茶足りないからもらうわ。うん、ありがとう。でも、ひーちゃんも入れたら。もう先にちょっとこいつだけじゃんけんしちゃおうか。あ、そうだね。して、せーの。最初からじゃんけんぽい！あ、いかんじゃん！よいしょ。どうぞ。分離してます？ん？分離して、あ、振るの忘れたかも。いただきます。どうぞ。結構出てるから。どうしたどうしたどうした。美味しくない美味しくない。じゃあ、待って、ラストいく、ラスト最後まで投げたい。なんでか最後まで持ってかれる。ありがとうございます。ラストいっちゃいます。いいな、ね、絡めましょう、やっぱり、絡めて、うん、食べたいもんね。うん、食べようね。ゴムランコクゴムラオお茶飲みな。お茶飲んだら違うから。いや、これ人参も食べて、誰か、いい、いきなり、なんで食べないのそれもちゃんとタレつけんだあぁどうしたのこうどうしたのラスト、じゃあもうこれで焼肉の会終了です。はい、ありがとう、乾杯。乾杯。焼肉と願いします。もやもやけん。じゃあ